皆さんこんばんは、ベンチェと申します。今日はサリーフェイス続きをやってまいりましょう。よく君たち到着。はい、サル。あ、はい、ラリー。サリーフェイス。かわいい。サリーフェイスが言えないんだね。お前ら結婚したのか。いや、二人とも。よ、君たちはいつも通り悪いこと考えてそうだな。いつも通りでよかったよ。ああ、二人ともまた秘密の事件を追ってるのかしら。君たちに教えたら秘密じゃなくなるじゃん。それとも秘密にしとく？いえ、教えて。二人は元気？元気よ。まあ波もあるけどね。だいたいうまくやってるわ。そうだな。サル、お前は元気にやってんのか？最近見てなかったな。元気にやってるよ。学校とかでちょっと忙しかったけど。そうだ、チャグ、君の両親は引っ越したんだって？あ、数ヶ月前にな。ここにみんなで住んだら狭いし、二人の時間をくれたんだ。素敵だろ？本当に部屋をくれるなんて素敵だね。そうだわ、今夜うちの両親のところに行くんだった。私がいない間、そうだ、見といてくれる？ダーリン。もちろんさ。何か変なこと気づかなかった？いや、何もないよ。お化けも出ないし、怖いこともない。このまま何もないといいわね。ああ、そうだ、名前が、目がクリクリしてんじゃねえか。いや、そうだ、どうしてたんだい？へへへへ。サロジちゃんの肩に乗るかい？あら、サル、今そうだわ、ジンマシン出てるのよ。抱き上げない方がいいと思うわ。そうなのか、お前かわいそうだな。そうなんだ、教えてくれてありがとう。マミー、どうしたの？ソウイのショーダー乗りたい。かわいい。ショーダーじゃないんだね。今日はダメよ。今朝言ったこと覚えてる？もう、オッケー。おう、心配すんな、チビ。今朝は医者からもらった薬飲めば、すぐに高い高いしちゃうからな。ふふ、ほんと？あ、絶対だよ。ふふふ。なあ、そうだ。なに？パン。ふふふ。かわいい。うまい。じゃあな。はい、チャックたちは結婚したんですね。こちらなんだろうね。なんもないかな。あ、なんか落ちる。また歯か。ああ、ヒントかなんかだと思うんだけど。やつなんかね、低い声が苦手なんだよね。だんだんみんな同じような声になってちゃう。頑張ろう。よし。え、もしや。ダットとリサって書いてあった今。すごくない？くっついたんだね。おめでとう。ってことはラリーと兄弟になったってこと？やば。ウケるね。じゃあ本当の兄弟だもん。あ、父さん、リサ。あら、二人とも。よ、お前たち。おう。なあ、こんな風に家族で集まったのはいつ以来だ？数週間前かな。ふふ、サル。今夜は一緒に夕食をとろう。どうかな？リサがラザニア作りの秘密を教えてくれるんだ。うん。リサのラザニアは本当に美味しいよ。ありがとうね。ただ飯なのに断る理由なんてねえな。実は今夜予定があるんだよ。だけど早く終わったらまた来る。おう、夕食ができたらラリーにメッセージを送ってもらおう。お前たちがやってるようなあのメッセージのやつ。
父さんそれショートメッセージって言うんだよ。ああそうだったな、そうそうそれ。うん、分かったで。なんか、あ、ここはサンダーソンさんのところだ。あ、トレモアイ。あ、サンダーソンさんの旦那さんだ。すみません、誰かここにいるとは思わなくて。サンダーソンさん。はあ、ロリー君、ちょうどサンディにお別れを言いに来たところなんだ。お別れ？今晩ノックフェルを離れる予定で、だからここから離れないといけなくて。ああそうですね、本当に大変でした。君たちはこう言うと変かもしれないけど、私の妻を見たことがあるか。君たちが幽霊を信じるかどうかわからないけど、もう一回だけ彼女と話せたらなと思って。ああ見てますよ、サンダーソンさん元気そうでしたよ。張り紙気にしてました。ああそうか、心配だったんだよ。私のエンジェルはどうだった？全然連絡取れなかったから。とっても会いたがってましたよ。ここで寂しいそうですけど、僕たちもしばらくはここでお会いしてませんね。私のかわいそうなサンディ、こんなになるなんて。何を心配されてたんですか？え？さっきこれが心配でっておっしゃってましたよね。具体的には何がですか？ああ気にしないでくれ、ちょっと混乱してたみたいだけで。ちょっとここで一人にさせてくれないか？ええ、サンダーソンさん問題ないですよ、何か必要ならおっしゃってくださいね。あ、ありがとうラリ君。ダメだ、声が全部一緒になってくる。隣か、サンダーソンさんの隣はなんだっけ。なんだこれは、監視カメラ、壊されてるぞ。ここにテープがあるけど壊れてるね。同じだね。あ、何もない。テープしかない。このテープもしかして見れたんじゃねえのか、お前。こっちは何もないもんね。じゃあ、あとは、今は4階だから、次は5階かな？はーい。端っこから見てこう。なんだっけ。ああ、なんか。これ、撮ったの？ああ、今朝あちこち見てるときに撮ったんだよ。そうなんだ。じゃあもう一回チェックしようか。あ、いたね。あれだ。そうそう、ステイシーだね。ステイシー？いるの？ディアボーには反応ねえな。ステイシーはなかなか出てこないよね。だから出てこなくてもおかしくないね。そうだな。少なくともメーガンと一緒にいるといいね。メーガンのお母さんだもんね。怖いのかね。なんか穴で繋がってることがさ、扉じゃないんだよ。あー怖いよ、やめてくれ。一つ屋根の下でたくさんの死と破壊があったんだね。そうだな。ホームズ家のことはかわいそうだったな。こうなるべきじゃなかったのに。ルークがしたことは忌むべきだけど、かわいそうなやつだったよな。彼は自業自得だよ。カルトに悪魔を召喚させてステイシーとミーガーを巻き込むなんて本当ひどいよ。あいつ本当に死んだのかな。あの赤い目の悪魔？うん、トットの機械でやっつけたみたいだったけど、簡単すぎやしなかったか。言いたいことはわかるよ。前に同じこと考えてたんだ。だけど何年も異常はないし、もしさ、ただ傷つけただけで、あいつが闇のどこかで元気になるの待ってるのかもしんねえぞ。そしたらまた現れた時にやっつけよう。そうだな、お前まだ機械持ってるのか、ちゃんと。さあ、じゃあちょっと戻って隣の部屋を見てみるか。あ、そうだね。はい。なんか隣の部屋、こんなのあったっけ？あ、なんか音鳴ってる。え？あ、
鍋ビデオがついに手に入ったね。やっぱりコレクションなんだろうね、きっとな。全部集めてくんだ。前でできたもんね。上でお腹が張り裂きそうよ。だけどまだ死なない。どのくらい経つのかしら。分かりえないわ。終わらない夜だもの。私はこの監獄でどのくらい腐ればいいのかしら。食べ物もなくて、光もなくて、眠れなくて、誰とも連絡を取らない。何もない、何もない。届かない命をかすかに見るだけ。この渦を開けてくれないかしら。この世界をバラバラにしてくれないかしら。すべて終わらないかしら。早く終わらしたい。怖っ。誰あれ。わからん。とりあえずなんか見てくんだな。ヒントみたいな感じかな。うん。なんだ。鳥かごの底に隠されたパネルがあった。前も気づかなかったな。変だな。ネジが少し緩んでるみたい。誰か開き落としたみたいだね。あ、なんか確かに傷がついてる。ネジ回しとかが必要かな。おお、迷惑やじ。お前は間違いを犯した。なんだよあいつ。私たち全員終わりだ。どういう意味ですか。ここにいんじゃねえよ。暗闇が結びつける。怖っ。あいつ何なんだろうね。あいつマジで驚かせやがって。前もここで寝てて捕まえようとしたんだよな。さっきのどんな意味なんだろうね。ただのデタラメだろ。あ、何。おうおうおう、歯か。歯をまたゲットしたみたいだな。なんか歯も使うんだろうね。 SW って来てるからきっとニュース NE が聞きそうじゃない。方角的な、わからんけど。それともこの黒い歯が洗ったり磨いたりするのかね。あとは地下だけだね。ラリーの部屋だ。ここに長い間住んで離れるって変な感じだな。僕もニュージャージーから離れるときそう感じたよ。あの時は分からなかったけど必要な変化なんだ。だから今は変化があって嬉しいよ。ああ、お前とトットとルームシェアできて最高だな。マジでもう待ちきれねえぜ。けどそんな遠くに行かないって分かってるけど、それでもなんだか少し寂しいな。これは大きい変化だからね、ラリー。そう感じるのも当然だよ。大丈夫？ああ、大丈夫だ。ちょっと見て回ろうぜ。まだな、懐かしの。まだ運ぶのかね。物ありますけど。なんか、マスクなしのお前の顔、初めて見た時のこと覚えてるか？うん、もちろんだよ。忘れられない。お前がヘドバンしすぎて顔にぶつかったんだよな。そうなんだ、ウケるね。どんだけ激しかったんだよ。最初は気づかなかったけど、俺の鼻血見てすっげえ心配してた。ごめんね。いや、けど俺が大丈夫だって言った後になんでお前泣いたんだ。だってラリーが目をそらさなかったから。今まで目をそらされ続けてきたんだね、サリー。かわいそうに。家賃にもちょっとマスクの下見せてもらえますか。この前は冬だったけどね。新緑の5月頃かな。俺まだ親父が俺たちを見捨てたって信じられないんだ。なんか親父っぽくないっていうか嘘みたいに感じる。ああ、それはお前なんか隠し事してんの分かってんだぞ、サル。親父のことだろ。隠し事苦手なんだな。まあいいさ、前に言わなかったけどお前のこと信用してるし、お前が隠し事してるってことはそうしないといけないってことだろな。ええー、
何？なんかよくわかってないんだけど、真実を教えてみよう。あのね、秘密にしとくのは難しいから言うけど、何が本当で何が本当じゃないか分かってないんだ。だから混乱させたくないんだけど、ラリーのお父さん、僕と話そうとしていたんだ。え？それが本当にラリーのお父さんが分からなくて、だから言わなかったんだ。それにラリーを守ってほしいって、ラリーに教えないでって言われてたから。もしこのことしてたら、ラリーが危険な目に遭うって。もしそれがラリーのお父さんなら、もしかしたらもう 100% 人間ではないかもしれない。けど言いたいことっていうのは、お父さんは見捨ててないってことだよ。自分を犠牲にしてカルトを止めようとしていた。ラリーとリサを守るために何よりも二人を愛してたんだと思う。おい、人間じゃないってどういう意味だよ。説明できないけど、多分宇宙人とか何かなんじゃないかな。影のせいで自分の惑星を失ってここにたどり着いたとか。お父さんには姉妹がいて、エブリって名前なんだ。交通事故で死んだか、いなくなったみたいなんだ。何が起こったのかよく分かってないみたいで。何か言いたいんじゃないかな。あのさ、お前変な作り話して親父をヒーローに仕立てなくたっていいよ。エイリアン？嘘だろ？話がめちゃくちゃじゃん。本当なんだ、ラリー、本当に。はいはい、もういいよ。もう今はこの話終わりにしようか。うん、けど後でもっと話そうね。作り話なんかじゃないんだよ。サーリー、そんなこといつ言ってたんだよ。もしかしてあの変な、なんか全然読めない人がだんだんなんか分かってくるのかな、文字が。さあ、うわ、今朝どっかに鍵を落としたみたいだな。見て回ってる時。最後に持ってたのはいつだったの？わかんねえ。絶対ポケットにあると思ってたんだけど。まあどこかで見つかるかな。なんでお前、鍵なくしちまったのかよ。おちょこちょいだな。で、探すのかな？ね、全部同じセリフだ。あれ、まだあったんだ。ソーダはどう？ソーダは今、ジンマシンになってるんだよ。早めに分かったから、そんなに問題ないけど、1日に2回、お薬を塗らないといけないんだ。2、3日で、治るってお医者さんは言ってたけど、手洗いが本当にいっぱいしなくちゃいけなくて、うつりやすいみたいなんだ。僕も腕がちょっとうつっちゃったみたいで、今めちゃくちゃかゆいんだよ。ジャック、だからそうだとゴロゴロしないでって言ったのに。けど、可愛いからさ、一緒に遊べたいんだよ。そうだが本当に愛しいね。あら、ダーリン。ラブラブ子は見せつけられちまったな、今日も。ヘルマンさんは一人にさせてやろうぜ。かわいそうだからな。ねえラリー、カルトがヘルマンさんをノックフェルから追い出してるってことないかな。だといいな。もう十分かわいそうだから。うん、けどもしサンダーソンさんが死ぬ前にヘルマンさんがカルトに関わっていたら、そして抜け出そうとしていたらどうかな。絶対にカルトはヘルマンさんに目をつけてると思うんだ。そうかもしれねえな。でもカルトってずいぶん長い間静かにしてんだろ。もう稼働してないんじゃねえのか。それか静かにしていて来るべき時を待ってるのかもしれないよ。かもな。どちらせよあいつら見つけないとね。なんか会社だね。どうなんだろうね。あいつ怪しかったね。確かに心配だったんだとか言ってたし。テープ、歯ね。歯全部集まりましたね。なんかこれ使えるかも。使えたっぽい。あ、治るの？治るの？やべ、2本目が手に入った。なんだろう。またお前か。なんで、なんで答えないの。ずっと何の反省もなしに私を静かに見下ろしてるだけ。話してるようにあいつらが集まって渦を開けようとしている。おそらくこの世界に私たちとあいつらの橋を。それでも気にしないの？
時々あなたが本物かどうかわからなくなる。このレンズの先に誰かいるなら、それともただの腐った死体？私の助けを呼ぶ声が永遠に虚無の虚空に響き渡る。ごめん、全然わかんねえな。けどさ、俺たち全員が賛成するとして、もちろん俺は賛成だけど、他の人が何て言うか俺は気にしないからな。お前はどう思うんだ？ああ、うん、もちろん。本当か？お前も乗り気なのかどうか分かんなかったぜ。また後でこのことについて話そうか。まだ今は心がモヤモヤしてて。俺が話してた時にまた違う世界行ってたんだろ？うん、そうなんだ。ごめん。大丈夫さ。うまく制御できないって分かってるし。今回は何か役に立つこと言ってたか？そうかもしれないけど、まだ話がバラバラでよくわからないんだ。ああ、じゃあなんかラリーが話してる間に、あの変なビデオであっちの世界行ってたのね。さあ、鳥かごのやつ開けてみよう。あー、これに歯を入れるのね。ちょっと入れてみようか。なんかメイドインチャイナ逆に書いてるから逆に入れるのかな、多分ね。わかりやすいな。真ん中はこれか。取れたね。え？わあ。鍵が現れたよ。ラリーがなくした鍵を見つけたみたいだ。俺なくしてねえけど。けど待て、これどっから出てきたんだよ。こんなところに俺入れてねえぞ。誰かが僕たちに見つけてほしかったんだよ。あいつら普通にドアの下に入れるか郵便受けに入れるとかできなかったのかよ。現実は絡まったいと。あ、え？気にしないで、鍵が手に入ったし、神殿を確認しに行ってみようか。これで行くんだね。やっと見つけたで。はい、使ってください。また変わってんのかね。数年経ちましたからね。5年ぐらい経ったのかね。またこの神殿終わりたいと思います。できたら明日か明後日やりたいですね。2時間後。はい、それではね、ご視聴ありがとうございました。また次回もお楽しみに。またねー。